アロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はワイキキトロリーピンクラインからお届けします。まずは日本からの到着者数です。11月6日1175名、7日1017名、8日1121名、9日967名、10日940名となっています。ハワイ州観光局がスマートフォンユーザーの位置情報を扱うジオロケーションテクノロジーを利用し、各観光地の人出を把握しています。観光局が発表したデータでは、訪れる人が多い観光地トップ6は、上位からカラカウアアベニュー、カイルアタウン、マウイ島のアップカントリー、チャイナタウン、アラモアナショッピングセンター、コーリナリゾートとなっています。カラカウアアベニューとコーリナリゾートは、訪れる人のうち観光客の割合はそれぞれ 44% と 48% で、その他の場所は8から17% にとどまっています。オアフ島で住民よりも観光客が多い場所はドールプランテーション、クヒオビーチパーク、パールハーバーナショナルメモリアル、フォートデルシービーチパークとなっています。ハワイ州全土で8日に行われた中間選挙で、民主党選出で現副知事のジョシュ・グリーン候補が得票数225,878、得票率 65% を獲得して新知事に選出されました。グリーン候補と新知事の席を争っていた共和党選出のデューク・アイオナ候補は、得票数122,656、得票率 35% を獲得しましたが、グリーン候補には及びませんでした。しかし今回の総選挙で共和党は5つの新しい議席を獲得し、そのうち4つは民主党現職議員を下してのものでした。このほかカウアイ島とマウイ島の郡庁選挙も行われましたが、カウアイ郡では現職の川上郡庁が再選、マウイ郡では現職のビクトリーノ郡長が対抗馬のリチャード・ビッセン候補に敗れており、マウイ郡にも新郡長が誕生しています。最新の調査データで、今年1月から9月のハワイ州内での新車登録台数が前年同時期比 14% 減だったことが明らかになりました。関係者によりますと、サプライチェーンの問題による在庫不足やインフレによる金利の急上昇などを受け、2020年から2023年の間に平均的な年の販売台数の 43% に相当する約2万5000台の車両購入が延期されたと推測されており、州内の新車登録台数は減少傾向につながったようだと指摘。複数の自動車販売員は、車を買うために数ヶ月、中には1年近く待っている顧客がいるとし、新車登録件数が減少しているのは購入する車両がないためとの見方を示しています。専門家は今後の見通しについて、サプライチェーンの問題の解決時期は不明ですが、車両を購入したいと希望する消費者は多いほか、サプライチェーンの問題が改善されれば車両の販売価格も下落すると見られており、将来的にハワイの自動車市場は向上するだろうとしています。なお、ハワイ州で最も人気の高い車種はトヨタ社製のタコマ車となっています。ハワイ大学マノア校の研究グループが、今後80年間でハワイの虹の発生率が 5% 増加すると予測していると発表しました。
ハワイは日照時間が長く、日の光が強く、晴れの日が多い上に水資源が豊富なため、頻繁に虹が発生します。研究グループの調査によると、気候変動により2100年までにハワイで虹が発生する日が年に数日増えると予測されています。研究グループは、化石燃料の燃焼で発生する大気の温暖化が降雨や雲のパターンと量にどのような変化をもたらすかを予測。日光と降雨は虹の発生に不可欠な要素であるため、気候変動はその発生プロセスに影響を与える可能性があります。北半球の緯度と標高の高い地域では、温暖化によって降雪が減り降水量が増えていることから、今後虹がより多く発生すると予測されている一方、地中海など気候変動により降水量が少なくなっている場所では、虹の発生も少なくなると予測されています。カカアコで11月19日の夜、ホノルルナイトマーケットが久しぶりに開催となります。このナイトマーケットは、ホノルルのナイトマーケットとしては最大のイベント規模を誇り、ケアベ通りとアウアヒ通り周辺で歩行者天国にして、約50以上の地元のフードベンダーやリテールショップなどの屋台、またライブミュージック、ファッションショーなどが行われます。開催日時は11月19日土曜日午後6時から10時となっています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。